よろしくお願いいたします。イビション学校の横山です。本校は ICT 機を活用し道徳と関連付けた情報モラル教育の推進について研究をしています。これは本校の教育目標に向けた取り組みのうちの一つになります。それから子ども保護者地域学校の連携をこれはすべての活動に関わるんですけれどもどう図っていくかっていうのを同時に研究をしています。 情報モラルのトラブルと報道されて、保護者の関心は非常に高いです。地域の関心も高くて、非常に協力的なそういう地域です。ただし、具体的にどんな活動をしていけばいいのか、あどんな取り組みをすればいいのか、事業との関連はどうかっていうのはまだ未解決のままになっていました。あと、道徳の時間と情報モラル教育の時間も計画に進めています。ただし、道徳の時間の中で、 SNS 等を題材とした情報モラルを扱った事業を実際に実施してみると子どもの中には実際にスマホを使ったこともない SNS に使ったこともないっていう子どもだと十分理解ができないままその題材の中が終わってしまって次の道徳の事業の中に入っていってしまうという実態があるのは事実です。それから情報モラルの事業ですともう確かに扱った内容の知識は高くなるんですけど。 心の領域までは十分に耐えらせないというのも事実ですこれが実際調査を行った結果です情報モールの事業実際やってみると知恵の部分については確かに事業の前後では高くなりますこれはあの本校だけではなくて本校は指ヶ町のあの ICT の中心の学校っていうようになっていますので長年すべての学校の協力を得てやっている実践です で、これが2年目のです。これ3年続けてやっていますので、心の部分までについてはやっぱり十分え耕すことができないのは、やっぱり情報モラルということに分かってきました。えー、従いまして。この道徳と情報モラルをうまく組み合わせてお互いに保管できるような組み合わせにできないかっていうのが一つの研究の方向です。実際に行った事業はこういう事業です。 情報モラルのの授業を先に行って知恵の領域、まあ、ここで言うとゲーム依存の危険性について扱いましたでここで子どもたちが危険性を理解してその後次の時間で今度は道徳で心ここの領域節度節制を扱いました道徳の題材としては情報モラルの中身 SNS を扱っているんですけれども使っている題材のとものは全く別のものを使っていますこの授業をやってみると実際それぞれの授業が成立しているだけではなくて子どもたちの意識が連続して 子どもたちの中にうまくこの組み合わせが機能しているということが分かってきましたただし小学校のカリキュムの中で連続して2時間を取っていくというのはなかなか難しいですしたがっていろんなパターンを今それを調べていますま1、あ、番目が連続してやった場合でまあこれうまくいくということは分かってるんですけども例えば給食を挟むとか1日置いて授業を行うっていう場合です ただし、題材を道徳の中で情報モラう以外のものを扱ってこれをやろうとするとうまくいかないということも分かってきました。一番下の部分が今、今年でやろうとしていることで前の日に情報モラルの授業をやってその授業の中身をタブレットの中に入れてそのアプリを親子で実際に家で見て親の感想を書いてもらってきて次の日の道徳をやるということです。ちなみに4年生以上は1人1台タブレットを持たせていますので4年生以上はタブレットの持ち帰りになります。 3年生なるですと資料を持ち帰って親子で話し合いという形になります。それから先ほど話しました地域とのの連携の話です児童会の実力をこの場合はうまく活用していくということになります。子どもたちが調査をして自分たちの実態を調べて家でインターネットを使っている時間がとっても多いとやめようと思ってもやめれないっていうそういう事実を掴んだ上で話し合いをして全校で決めていく。 それを今度決めた内容を PTA の方にお願いして PTA の方ももちろん調査するんですけど PTA は子どもたちに決めたルールをじゃあ応援しようで今度その取り組みを地域が応援しようという形ですで子どもたちに決めたルールですのでどこから押し付けられたルールではないんでそのルールっていうのは学校離れた場所でも随分拘束力があるっていうことが実際今までの調査で分かっていますこれが実際の様子です 左上のものが子どもたちの調べたデータでこれを前向に示してこれに対して子どもたちが感想を書いてきて児童会でそれをまとめて自分たちでルールを決めるってことに彼らが決めてそれを活動を広げてしかもこれが3年目になっていますでその活動について PTA は子どもたちが決めたルールなのでそれを応援しようということで申し上げる事項を作っていますこれが実際の集会の様子です でこの活動は先ほど言いましたように本校はあの町内の中心の学校になっていますのでえ各小中学校に今広がっていますでその小中学校で決められた話し合い主に中学校の中心でありますがそれを中学生議会で町長さんの前で話し合いをしてそれを今度町が応援していこうっていう取り組みになっていますえさらにこの活動は広がっていてこれがあの県の中学生のリーダーを進めて話し合いを行う立志リーダーの成養成塾っていうのなんですけどもその時に使ったプレゼンです でその時に子どもたちがやっぱり話し合いをして全部の中学校にそういう取り組みを広げておこうっていうのでこの右側がポスターこれ大きいポスターなんですけども全部の県なり中学校にこれは配布されましたこのように今活動が広がっている状態です。いいくつかのの中学校ではそ取り組みが始ままっていますえというわけで今年はこれらの取り組みの総まとめをするということで10月27日にその報告をさせていただきます。以上ですありがとうございました